テレ東。立憲民主党などの野党3党は同性婚を認める民法の改正案を国会に提出しました。国政政党が同性婚を認める法案を提出するのは初めてということです。改正案は異性間の婚姻のみを前提としている文言の修正を柱とするもので、婚姻の主体について異性または同性とし、夫婦の表現を婚姻の当事者に変更しています。また同性婚カップルに特別養子縁組を認める内容も盛り込みました。法案提出者の一人で自らが同性愛者だと公表している立憲民主党の尾辻かな子衆議院議員は、同性パートナーと暮らす人たちも平等な権利を持つ日本になってほしいと訴えました。多くの当事者にとって自分が当事者であるということを気づくときっていうのは正直苦しいんですね。だから当事者自身もやっぱりホモフォビアというか同性愛嫌悪というのを持っていて、自分が人と違うと思ったときにそれを受け入れるのにすごく時間がかかります。でそれはなぜかっていうと、やっぱり社会がそれを認めていないから。だから多くの、若い例えば青少年の人たちが自分が人と違うと思ったときに感じることは絶望だったりするわけです。絶望と、この社会で自分は生きていけるんだろうか、自分はこの社会において排除されるんじゃないか、家族や友達から非難されるんじゃないか、まあ、そういう思いを持っているわけですけれども、こういう法律ができること、認められることで、あ、自分はこの社会で生きていていいんだということを思えるようになると思います。非常に意義深いと思いますし、まあ、例えば生産性がないとか、そういうことまで言われるこの社会の中で、やっぱり法律が存在を認める、在り方を認めるというのは非常に大きなことだと思いますので、そういう意味で意義深いと思っています。